もしたいですよ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか。爆発的に茶さんです。すぐカレーにするよ。カレーは辛いよ。ヨーヨーヨーマスレディオヘイヨー。マングラスイもありますよ。はい、FM 那覇ラジオお聞きの皆様、こんにちは。こんにちは。毎週水曜15時からのスパイスレディオのお時間がやってまいりました。本日のパーソナリティはお久しぶりです。ミージャです。そして今日ですね、ツイキャス見てる方はわかると思うんですけど、ね、今日はスーパースケットパーソナリティもお呼びしております。毎週木曜日ね、4時から
生放送恋のパンプアップパーソナリティのスーパーヒーローさんでございます。どうもどうもこんにちは。筋肉は自信に変わるワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高田博之です。はい、どうもです。今日ですね、DJ フラッシュさんが、お休みということで、ヒーローさんに、もう急遽ですけど急遽お願いしましたけど、ツイキャスをぜひ見ていただきたいんですよね。今日本物のね格好してますけどこれ本物の格好ですね。現地で、はい、それこそドバイドバイ、はい、現地に行って買ってきました。これもこれはこの、はい、自分たちのがもうエセってよくるんですよ。偽偽はい、一応買ってきて、はい、でまあたくさん種類あったんですけども、はい、その中でこのやっぱ白、はい、この白のまあこの白の方が結構人気があったってことで、はい、これって、うん、ちなみに名前ってついてるんですか？あ、これ名前ついてないです。あ、名前はついてますね。なんていうんですか？ごめんなさい、僕もちょっと調べ忘れでなんかこれアルカイダ衣装って呼んでるんですけど、一応名前はついてますね、はい、あ、ついてるんですか？名前ついてます、ついてます。なんかさっきなんかヒーローさん結構言ってくれたんですけど、うん、なんかドバイとかではなんかスーツの役割をしてるっていう。そうそうそう、ドバイ現地の方ではこれ清掃らしいです。あ、そうなんですね。清掃らしいです。いろいろ調べさせてもらったんですけど、そこは覚えてたんですけど、はい、名前はちょっと忘れて、はい、じゃあこれで、はい、普通にレストランとか、あ、いますいます。普通にいます。じゃあこうなんかクラブとかもこれなんですか？あ、クラブは行ったことないからわからないですけど、はい、一応マッチとかデパートでは普通にこんな格好で歩いてます。女の人は黒の衣装で、はい、もうこの僕ら今サングラスしてるんですけど、はい、逆ですね。ここだけ目だけが見えて、はい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 、あとは全部口も、はいはい、鼻も隠れてる、あ、そんな感じですね、はい、へー、はい、スーツの役割って言ってましたね、はい、うん、それになんかさっき言ってたんですけど、はい、この衣装に、はい、ヴィトンのカバンとか、あ、そうそう、普通にヴィトンのカバンとか、そうそう、ブランド品のカバンを持って、はい、普通にこう街とか、はい、デパートとか歩いてますね。やばいですね、はい、似合うんすかな。あ、もう めちゃくちゃ似合うし、似合うんすか。やっぱり品があって、はい、で、あ、金持ちなんだなっていうのはわかります。金持ちの人だなっていう感じ、はい、で金持ちの人はこれ結構来てるって言ってましたね、現地の人の話聞いたんですけど、はいはいはい、ちなみに、はい、今こうなんかこれつけてて暑いんですよ、はい、ドバイって暑いじゃないですか。めっちゃ暑いです。これ中もう汗だくですよね。あ、ドバイって、はい、ほとんどみんな外出ないんですよ、はい、外で働いてる人以外は、はい、こう街で歩いてる人そんな見たことなくて、はい、みんなタクシーとか電車で移動して、はい、しかもデパートの中とかすんごいクーラーが効いてて寒いんですよね、ホテルの中も。めちゃくちゃ寒いです。あ、じゃあめっちゃ寒いです。なので暑いってことは多分ないと思うんですけど、はい、これって、うん、パンツ1本で着るんですか？中からは T シャツとか、はいはい、服装は自由らしいです。へ、それこそ女の人は、はい、中からジーンズとか着てました、ね、へー、はい、歩く時にこうチラッて見えたりしたんですけど、はいはい、その時にあ、ジーンズとか普通に着てるんだっていう。見えないファッションですね見えないファッションですね難しいですね。確かに。あ、スイキャス、スイキャス着てます。ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあ読んでいただいてもらって、はい、スイッチ、スイッチ、スイッチ、なんて読んだろう、なんですかね、スイッチさん、スイッチさん、こんにちは。あ、こんにちは、どうもです。ありがとうございますありがとうございます。グラサンをかけたアブドーラザ・ブッチャが2人、プロレスラーですかね、ちょっと分からない、分からないですねすいませんねすいません、分からないんですけど、はい、筋肉マンの妻さんも来てますね。はい、妻ですね。はい、ありがとうございます。こんにちは。いい天気ですね。はい、ミージャ、アーズ、スーパーヒーロー、ツイキャスで参加します。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ですね、はい、まあもう早速ですけど紹介していきましょうね。はい、よろしく。あと一人ゲストが来ております。はい、私の妻のアーズです。どうもはじめまして、よろしくお願いします。今日恋のパンプアップ真似て、はい、ちょっとはい、夫婦で、はい、あ、いいですね、はい、やってみようかなと思って。いいですね。いけますかね、大丈夫ですか、うん、ちょっと緊張してますけど頑張りますはい、今日はなんていうんですか、アーズはですね、はい、出身が大阪なんですよ。あ、はい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 。それで一応コーナーで、沖縄に嫁いで沖縄どう思うかのコーナーもあーちょっとそれ聞きたいですね、一発目からやりたいと思うんで。ちなみに大阪どちらなんですか？
大阪の門真市っていうとこなんですけど、わかりますか？門真市聞いたことあります。あ、本当ですか？ありますあります。だいたいわかんないって言われる、あのこの何でしたっけ、大阪もこう電車で、あの東京みたいにこうあるんですよね、なんかこう、あ、そうそうそう、都心環状線でしたっけ、環状線この中にありますよね。ない、あれ離れてるんですよ。離れてるんですか？そう、遠いんですよ、ね、市街なんですよ。あ、そうなんですか？はい、そう、町じゃないんですよ、はい。あ、そうなんだ。田舎もみたいに。いや、そうそうそう、大阪ね、あの好きなんですよ。なんか噂では、なんか犯罪率が多い、なんか治安の悪い、ね、治安の悪い場所っていう。あ、そうなんですか。治安悪めの。ほうほうほう。はい。あれ、当てヒートでなんかゲストがなんか入ってきていいかって、うちのあの地元の先輩が。ああ、なるほど。そうですね、はい、じゃあ、ですね、はい、今日は2本立ての、はい、で、コーナー設けてますんで、はい、じゃあ一旦 CM で、はい、はい、行きたいと思います。よいよいよスパイスレディオ、あれスパイスレディオってこっちですか？プロテインが足りねえんだな。スパイスレディオ見たいですよ。爆発的なプロテインを飲もう。すいません、刺激はどこですか？ FM のスタジオでお送りいたします。恋したいですね。今年最後らしいよ、マジックラブ聞いた？恋のパンパパパパ、筋肉をパンパしたぜ。生活に刺激を。ヒーローズワークアウトはどこですか？爆発的にチャトンです。すぐカレーにするよ。はい、ただいまはスパイスレディオのお時間でございます。今日はゲストと、ちょっと助っ人パーソナリティをお呼びしております、はい、ヒーローさんと、アーズーと、アンド先ほど急に来たんですけど、あ、どうもすいません、通りすがりですが、通りすがりの、はい、ゲスト、ありがとうございます。いや、あの何も作戦してなかったんですけどね、びっくりです。よろしくお願いします。どこのおじさんかなと思って。いいですね。はい、じゃあ、ツイキャス来ますので、ちょっとツイキャスね、はい、お願いします。読ませていただきます。まん、スイッチさん、真ん中の方がアブドーラザ・ブッチャーにしか見えん。あ、私ですか？らしい。なんかあのブッチャーという響きなんでちょっと太ってるんですかね。あとで調べてみましょう。わかんない、ちょっと誰か調べてほしいですね。はい、筋肉松間さん、白い服ガンドゥーラというらしいですね。ああ、ありがとうございます、ガンドゥーラ。頭の布はクトゥラ、クトゥラ、クトゥラ、クトゥラだそうです。はい、なるほど、ありがとうございます。で、女性が着ている黒い服はアバヤだそうです。へえ、なるほどなるほど。スーパーヒーローとミージャの頭に巻いている黒い紐はアカールっていうそうです、はい、あ、さすがですね、さすがですね、さすがうちの様は。これって一応合ってるんですかね。自分のタイ、あの門はなんかあの縛るタイプなんですよ、後ろでくびるっていうんですかね。あ、くびるっていうより、こういう頭に、これ頭にただ乗せてるだけなんですけど、乗せるやつも一緒に打ってるんですよ、はい、あの縛るやつと乗せるやつ別に普通なんすか？あ、ちょっと縛るやつは向こうにないみたい、はい、ないですよね。乗っけるやつがあって、乗っけるやつおしゃれですね。今度行った時買ってきます、はい、かっこいいですね。はい、はい、じゃあそれでは、はい、じゃあ今日のね、トークテーマをいきたいと思いますけど、はい、まずはですね、はい、ゲストの、あのアーズさんに、はい、コーナーです、はい、沖縄に嫁ぎのママさんが語るここが〇〇だよ沖縄人のコーナー、イエーイ。このコーナーではですね、はい、あの沖縄に、あの大阪から沖縄に嫁いだ、うん、アーズさんが、うん、沖縄のここ〇〇だよっていう、うん、なんかね、あの謎っていうかな、うん、まあ、あの内地の人から沖縄を見た、うん、なるほど、なんかね、トークをしていきたいと思いますけど、聞きたいですね。どうですかね、うん、今嫁になって3年ぐらいですか？実は嫁で3年目ですね、はい、はい、どうです沖縄は、沖縄、沖縄は、はい、最初に来た時の印象ってどんな感じですか？最初に来た時の印象は、はい、もう海目的で来たから、ほう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 、もう綺
綺麗なーって、うんうんうん、ガチですかね。海は好きなんですか。海好きなんですよ。ダイビングも、あ、ダイビングシュノーケルも、あ、はいはいはい、ミッドサーフ、サーフィングなんかあんまり怖いです、ノリがないですね。あ、なるほど。じゃあ別、はい、一応海好きだけど、多分あのあれなんですよ、なんかダイビング派と、うん、まあダイビングとか、うん、あの水中派と水上派がいるんですよ、うん、あ、なるほど、あの海好きってはいはいはい、はい、だからあのマリンスポーツでも、うんうん、あのほらジェットスキーとか、うん、ああいうのが好きな人と、うんうん、もうあのなんかダイビングが好きな人ってもう分かれてて、うんうん、なんか多分中ですね。あ、なるほど、自分上なんで外なんで。あ、なるほどね、はい、はいはい、まあ結構ね、うん、あの沖縄と大阪で行ったら、うん、大阪の人って方言で言えばガサガサなんですよ。ガサガサ、足がちゃう、あ、ガサガサ、はいはいはい、はい、でも沖縄の人ってちょっとゆっくりじゃないですか。ううなんていうの、せっかち、せっかち、うん、あ、でもいいせっかちなんですよ、ね、うん、仕事とかが早いとか、うんうんうん、でもそれを考えたらこう180度違うじゃないですか。どう思いますそれ。あ、沖縄で、はい、沖縄で働いて、なんかどうだろう、でも確かに遅いかも確かに、ね、遅いかもね。確かに、なんかもう全部私がやった方が早いって感じかな。あ、なるほど、はい、いやでもまあ能力の差もありそうですね。あるんですかね、うん、能力があると思う。これがウチナータイムがこれかと思って。あ、はい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 、どうですかウチナーの人は。いやそうですね僕は福岡にまあ1年少々行って1年やしで、でも時間がね同じ時間なんだけどやっぱ早いんだよね1日が、うん、沖縄で行ったら3日分ぐらいあるんじゃないかな。遅そうや、あっちの1日は遅そうや、こっちの1日は。でも、ね、なんですよ、結構わかります、自分たちがなんか、うん、ちょっと遅いなって。だからのんびりしてんのか、うん、それとも怠けてんのかって、はい、双方の見方があるんですよね、はい、うん、どっちです。だからねこれちょっと難しい話したらねあの外国ちょっと南米、はい、欧米あたり行ったら、はい、この何もしてないことがあっちらへの人も幸せに感じるらしい。なるほど、うん、そうそうそう、もう自分何もしなくていい、幸せだ、はい、ハッピーだって、はい、でも日本人は、はい、あ、なんかしないとなやべえなみたいな、はい、なんか不安に なるっていう真逆、はい、うん、それがなんかちょっと沖縄の人と、まあ、本土の人の差もあるのかなっていう考えもあるんかなって。なんくるないさって言葉、はい、あ、なるほど、まあ、はいはいはい、いい意味でいい意味で捉えればね、いい意味なんですけど、うん、悪い意味で言ったら悪いですよね、うん、あの言葉ね、これ全部が全部ナンクルナイサって感じになってるんで、それはもうメリハリつけてね、そうそう、分けてほしいですよね、うん、例えばうんこ踏んでナンクルナイサだったらいいけど、うん、人と待ち合わせして遅れてナンクルナイサはダメですよ、ね、それは確かにな、うん、周りの人がですよね、周りがナンクルナイサだったらいいけど、はい、自分がナンクルナイサだったらダメってことですよね、はい、県外代表はどう思いますナンクルナイサ、みんなでもナンクルナイサって本当に思ってるのかな。いや思ってないんじゃない。どうですヒーローさん、思ってます。ナンクルナイサっていうのは、はい、あの言えばいいみたいな、でより僕は使い分けですね、やっぱり、あ、うん、さっきみたいにうんこ踏んだ、はい、あ、まあこれは知らないなくなっちゃったけど、はい、そう仕事とかこう人と待ち合わせとかっていうことに関しては使わないかなっていう感じはありますね。やっぱ重要、最重要優先事項ってあるじゃないですか、はい、はい、その時にはナンクルナイサーで済ませたくないなっていうのがありますね、はい、そこで言ったら今日僕ナンクルナイサーですからね、あの打ち合わせも何もなしとりあえず行ってみようかみたいな、まあ、どうかこれナンクルナイサーか、これはこれはどうかな、ありえないっていうね、ライチでこれはちょっとあの日にち間違えただけじゃないすごい、いつでも来ていいよっていうから、はい、まあ行ってみようかって、まあいいですね、いいことではあるんですけど、うん、まだ他にあります、県外代表は県外代表、まあ、大阪代表として他の話、はい、沖縄来て、はい、沖縄の来て嫁で思ったことは、はい、なんか沖縄って終電ないじゃないですか、はいはいはい、あ、電車ね、はいはいはい、そう、あ、そう、電車があんまりないから、うん、なんか飲みに行ったら、うん、マジ帰ってこないんですよ。あ、なるほど帰ってこない、帰ってこない、分かんない、なんかそれはなんか悪いことしてんじゃないかな。じゃあ帰ってこないってこと、じゃあ帰るよ、帰ってくるけど遅いっていう意味ね、めっちゃ遅い。あ、なるほど、どうせタクシーだし、そう、多分、まあ、そう、多分12時に帰ろうが朝5時に帰ろうがタクシーだしみたいな、そう、でもこれ癖ありますよね、
こういう沖縄の人、ほらどうせ飲むんだったら大根も使うし、タクシーも帰るか、なんていうの、もうゆっくり飲んじゃうみたいな。どうです、あの代表。代表県内代表沖縄県代表飛び入り県内代表。やっぱりね、家庭持ちと家庭持ちじゃない考えもちょっと違ってくると思うんですけどね、これは。うん、以前家庭持ちだったじゃないですか。そうですね、以前過去形で、はい、まあでも変わんないですね、生活は。会った時もなかった時も時間帯関わらず、あの楽しいお酒だったらもう時間忘れちゃいますね。でも本当に沖縄の人って、あの酒飲んだら遅いと思うんですよ。これが一応離婚の原因ワースト1位ぐらいですかね。あ、なるほど、はい、晩ご飯食べてからなんか飲みに行く。あ、まあ、沖縄の人はそう思うんですけど、はいはいはい、これなんでですかね、晩ご飯食べて飲みに行く。まあ、僕の知り合いで行ってた何名かのこう、その時 の, このみんなで飲んでるとかの会場でですよ、はい、まあ、過去の話ですけど、はい、その時に行ってたのが、はい、晩ご飯食べてきた方が深酒しないから二日酔いで残りにくいっていう人もいました。そうなんですか、うん、もう僕の周りはね、いて、はい、なんか八重瀬町の酒神でもあるこうすぐるお兄さん。そうですか。いや晩ご飯か真逆なんだよな、考えがさっきからちょっと。何ですか、うん、晩ご飯っていうか、なんか居酒屋でつまむっていうのがもう、はい、ご飯になるかな、うん、じゃあ晩ご飯食ってそのままじゃあ他行くのっていう、まあ、まあ自分はあれですよ、うん、自分は居酒屋で食べる方なんで、あ、ね、食べ歩き好きなんで、うん、晩ご飯、いや今日飲み行くからいいよってなるけど、うん、どうなんでしょう。なんか多分あれじゃないですか、自分が思うには一、うん、回ほらね家庭的だろうみたいな感じして、なんかこっそり出ていくみたいな、うん、そういう気持ちがあるんじゃないですか、うん、なんか晩ご飯食べる、一応そういう似たようなことは言ってて、晩ご飯家で食べ、はい、せっかくも奥さんが作った料理を食べずにっていうのは、奥さんがご飯準備してるから、はい、食べてから出てくるっていう人もいましたね、はい、なんかちょっと気も使ってるんですよね。それはあると思うんですよね。帰ってきて食うっていうのはダメなのかな。体に悪いですね。結局締めにラーメンとかみんな食っちゃうから。あ、そうですね、行きますね。あ、ごめん、ちょっと嫁のご飯あるから。あ、それはそれで、ね、かっこいいさ、いいと思う。逆にかっこいいさ。そっちの方がよくねみたいな。はい、じゃあもう皆さん真似してくださいね、これは。いいですね。で次はですね、はい、なんか暮らし的に、なんかあります、なんか暮らし的に、暮らし的になんか暮らしてて、沖縄に暮らしてみて、はい、あ、沖縄は頭を洗うと髪がバシバシになる。頭を洗うと髪がバシバシ。でなんか沖縄って香水みたいで、あ、水、はい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 、そう、軟水、内地は軟水なんですよ、うん、はい、基本的に、うん、はい、だから大阪帰ると髪ツルツルになります。あ、そうなんだ、うん、これどうですかね、あの元ロン毛のすぐるさん。そう、元ロン毛。硬い水と柔らかい水ってことですね。あんま分かんないですよね、僕は。え、でも内地にいたんでしょ、うん、いたけど、そこの水が硬水か軟水か、まあ1年だからね。いや、どうなんだろう。え、ヒーローさんなんか思います？いや、思ったことがなくて、まあそもそも髪がずっと短いままだったから、そう、はい、その気づかなかったんですけど、まあ最近家、まあ、家っていうか僕の家は浄水器入れてるんで、はい、浄水っていうかこう、シャワーにつけるやつ、あー、うん、あれ、あれ入れてるから、はい、それはちょっと気づかなかった。あれどうなんすか。結構肌がサラサラ、あ、だから綺麗なんだ。あ、僕より嫁が綺麗。なんか、いや、パックとか知ってます？ヒーローさんやってます？あ、パック全然してないですね。あ、よく言われるんですけど、はい、多分肌がこう綺麗って言われる理由の一つとしては、はい、プロテインだと思います。あ、後ほどこのこの環境は後ほど攻めますので。そうです。はい、ツイキャス来てます。はい、はい、チャッカロールさん、はい、今日学んだこと 80% のことは笑顔でどうにかなるかなって。まあ、なるほどね。ああ、まあそうですね、さっきのね、はい、ナンクルナイサー、はい、筋肉マンの妻さん、はい、東京とかのサラリーマンは仕事帰りに飲んでるけど、はい、沖縄の人は一回お風呂入って着替えて出てくるから、まあ帰ってこないよねっていう笑い。確かにそのまま東京の方とか内地の方は行きますよね、はいはい、でも遠いですからね、
距離がね、あの家まで余裕で1時間半とかで、はい、こう帰らないといけないから、うん、結局往復して3時間じゃないですか。あ、かかりますね、うん、それとも飲み会終わってますからね。確かに、はい、沖縄の場合ってあと飲み会のスタートも遅いのもありますよね、うん、遅いんですよね、遅い、はい、明るいんですよ、こう朝とか明るいから、夏とか明るい、確かに、もう晴れた日とか8時ぐらいまで薄明るいじゃないですか、うん、そうですね、そっからスタートとかすると9時に集まってっていう、はい、向こうの内地の方だったらあの仕事終わって5時6時、それこそ東京の新橋とかだったらサラリーマンがすごいいるんで、はいはいはい、もう5時ぐらいからもうみんな飲んでたりとかラッシュです、ね、あ、そうですね、はい、なので考えて東京で仕事やってる時めっちゃ早かったですよ、早かったっすよね、はい、うん、きっちりしてますね、あ、そうです、はい、仕事終わってすぐパッて飲んでパッて帰る、だからあの2時間飲み放題っていうのが流行ったのが、うん、この内地のこの特色なんですよ、だから2時間でパッて飲んで思いっきり飲んでこう2時間以内で酔っ払ってぐでんぐでんで、それで電車で帰るみたいな、すげえ、だから2次会って基本的にないんですよ、うんうんうん、なるほどね、その日で帰るんだ、もうこう2時間ぐらいでもうパッて飲んでパッて帰って、もう本当になんかまあいいのか悪いのか沖縄の人でもダラダラ飲むじゃないですか、うん、昨日何だったっていうぐらい飲みますよね朝まで飲むとかってすごいなと思う、はいはい、酒神さん的にはいや僕的には大体 2,3 日続いてますよね、はい、あ、3日前ぐらいの話がもう3日飲むんか、3日前多分3日ぐらい飲んでる感覚ぐらい、はい、うん、まあ飲んでるかな、でもよく、はいはい、あの先輩なんですけど、はいはい、あのよく飲むんですけど、はい、一応なんか酒飲ましてたらもう足なんていうの2日間ぐらい飲めるんですよ、へえ、はあ、続けてってことですか、もうやばいです、そうですね、はあすげえ、なんかたまになんかさっき昨日から飲んでたよみたいな昨日から昨日から飲んでた、すごいな、こうクメセンとか CM 来るんじゃん、大丈夫来るかや聞いてたら、ね、来ないさなんか企画やばいやばいこと考えてる企画者が、あのすいません、飲んでる量で CM 歌わんからね残波残しろぐらい、じゃあ CM 来たらどうやるんすか CM、 いやいやもうなすがままに、じゃあクメセンのちょっと CM やってみて、クメセンと分かった、はい、コラボ流行ってるじゃないですか、はい、残波もう全く違う会社、うん、はいはい、うん、クメセンの残波割りとかやばいっす、やば酒に酒割るじゃん、いやいやいや、ハイボールが流行ったように何が流行るか分かんないですよ、はい、あ、クメセン今度島の残波、あ、島のコラボ、今年はクメセンと残波割り、来たよ来たよ、沖縄の人は沖縄の人の泡盛の飲み方はこれクメセンと残波割るよすげえな、アルコール度数どれぐらいいくかなって感じですね変わらんすか、まあ、混ぜても変わんないですよ、はい、増えないです、はい、あ、そかそか、30と20で50にはならないんで、デージですね、あ、そかそか、そうですね、うん、大丈夫です、ちなみに、はい、酒神さんは、はい、何時間飲んだことあります、何時間、はい、何時間、でも24時間は普通ですよ、多分普通普通あにあるザラにあるすげえ、うん、ザラにある多分あると思うけど、いや俺はないですね、俺酒弱いんすよ、あ、マジで酒好きなんすけど、なんか酔うの早いんすよ、うんうんうん、だから別にそんなに飲もうって思わないし、あのビールが好きなんでお腹いっぱいになってしまうんですよ、うん、あーそうね、ビールはね、はい、腹に溜まるっていうよね、そっか、晩酌もするの、晩酌はよくやりますけど、うん、まああの本当にあの缶ビール3杯とかで、うん、もうなんかきっちり酔ってくれるんで体が、ほう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 、でも酒神さんは、うん、全然酔わないんですよ、ね、24時間は晩酌、はい、とかじゃない、もう朝酌だね、朝酌、ああ朝酌が長くってことですね、いやいや朝酌だから起きていけますみたいな、うんうん、あ、朝からってことも朝酌なんだ、だからあんまりなんかあの酒神さんはご飯食べてる時見たことないんですよ、あ、あの酒がそう、酒がもう、はい、うん、はい、すごいですね、はい、じゃあありがとうございました、沖縄はこんな感じですわかりましたからじゃあちょっと一旦 CM でーす、はい、行きたいと思います、はい、よいよいよスパイスレディオ、あれスパイスレディオってこっちですか、プロテインが足りねえんだな、スパイスレディオ見たいですよ、爆発的なプロテインを飲もう、すいません、刺激はどこですか、 FM のスタジオでお送りいたします、
意したいですね。今年最後らしいよマジクラブ聞いた。恋のパンパパ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 はい、スパイスレディオのお時間でございます、はい、それでは早速続いてのコーナー、筋肉は全ての自信に変わる、はい、ヒーローズワークアウト、ボディメイクパーソナルトレーナーのヒーローさんに聞くワークアウトの〇〇とはのコーナー、イエーイ、拍手、イエーイ、よろしくお願いしますじゃあ早速ですね、はい、ガンガン、あのヒーローさんはですね、はい、あの実はあの脱ぐとね、この今のファッションからあファッションというかあの衣装を脱ぐと筋肉マンなんですよ、はいはい、ね、あのヒーローさん の, あの自宅で、うん、あのジムをやってて、今最近流行るじゃないですか、あのパーソナルトレーニングって、うん、あの綺麗な筋肉をなんかあの筋肉のつけ方の一応講師なんですよ、うん、そうなんだ、はい、パーソナルトレーナーをやってます。講師、それでね、あの自分は週1回通ってやってるんですけど、変わってます？いや、ちょっと大きくなったなあ、違う、やっぱ分かるんですよね、ああちょっと大きくなった、はい、だから太った大きさじゃないんですよ、うん、一応今は、はい、脱ぐとね、ちょっとすごいんですよね、お腹以外ちょうどいいんじゃないですか、僕だからやった方がいいと思うんですけど、はい、今日はですね、あの、はい、女性の、はい、女性の方からもちょっとあの質問があるということで、はいはい、じゃあ早速、早速、はい、なんか一発目の質問、ガンガン聞いちゃってください、はい、女性代表して女性目線で、はい、はい、バストアップに大腸筋を鍛えるのは本当に効果的か。大胸筋、大胸筋ですね、大胸筋、大腸筋とヤクルトですね一応超筋肉ですけど全然いいですよ、はい、大胸筋を鍛えると効果があるかってことですね、はい、そう、トレーニングで脂肪を覚えやすくする、はいはいはい、におっぱいはなくならないのか。ああ、なるほど、いい質問ですね、はい、どうなんですかね、おっぱいを大きくするためにこの胸を鍛えた方がいいのか、はいはいはい、はい、逆に、うん、あの鍛えるとちっちゃくなるのかっていう、うん、一応これ多分女性の方だったら聞きたいと思うんですけども、はい、結論言っていいですか。はい、もう究極言いますよ、はい、結論簡単に今日話していきます。ズバッと言います、はい、あのバストアップするなら大胸筋は鍛えない方がいいです。へえ、はい、うん、なぜかというと、はい、大胸筋の筋肉を鍛えると、うん、あのおっぱいってそもそ も, も脂肪なので、はいはい、筋肉を鍛えれば脂肪が燃焼されて縮まっていくという、はい、なのであのがっちりこうバストアップしたいっていうことで、はい、あの大胸筋を鍛えてこうおっぱいを大きくするっていうのは無理ですね、はっきり言って、あ、はい、はっきり言って無理です。このポーズ嘘ですか。あ、嘘というよりあのあのこういうふうに大胸筋鍛える人もいるんですけど、あれはどういうことかっていうことを解説すると、はいはい、胸が垂れないように、胸を上に、そうそうそう、持ち上げるように垂れないように大胸筋の上を鍛えて、はいはい、垂れないようにするっていう、キープするっていうやり方なんです、はい、あ、じゃあ大きくするためにあのお祈りポーズでこのやってるんじゃないんですか。そうそうそう、あの下がらないように垂れないように、あ、そういう意味でのバストアップってことはできる。なんかよくあの女性の方がこの、なんでの胸のこのサイドのこの脇腹あたりをこうなんか上げたりするじゃないですか、はいはい、あれでも大きくならない、あれでも大きくならないです、あのこう下げ、あれ多分こういろいろこうね、はいはいはい、寄せたり寄せたり、はいはい、それで盛り上がってくるのはいいんですけど、見せるっていうことにはいいと思うんですけど、はい、筋肉とかおっぱいそのものをでかくするっていうのは無理です、はい、はい、残念でした残念でした。ただですよ、ただ、はい、妻、僕の妻のブログ見てもらったら、はい、いろいろと書いてるので、はい、もっと分かりやすいと思うんですけど、はい、なんだろう、おっぱいそのものの弾力を、はい、するために女性が食事制限とかってするじゃないですか、はい、これも逆に究極の食事制限も危険なので、女の人はあんまやらない方がいい。あ、食事制限するとじゃあ胸まで縮んで、どんどん縮んでいきますね。あ、なのでもうどっちかですね、はい、もう選択はもう大きく分けて2つです。もうじゃあ大きくしたいんだったら、
食べまくった方がいいというより、あ、それあの食べまくると今度あのこう違うところに脂肪、そう違うところに脂肪がついてくるので、この食べるのも結構コントロールしながら、はい、で究極に減らさないことですね、コントロールしていくっていう、で大きくすることはできないんですけど、はい、下がらないように上げるために胸筋を鍛えるっていう人はいます、はい、それだったら可能ですね。八重瀬の乳もみ王はそうですね、まあ最初この質問来た時にちょっと商売かなと思ったんですけど、あのぶっちゃけ言いますよ、鍛えた方がいいですからの僕の要はジムに来てくれって話なのかなと思ったら、きっちりなんか信憑性のあるもうがっちりとしたあの、あの備えてたんでちょっとびっくりした、あ、そうなんですね、営業そんな営業して営業勧誘か、営業するんかこいつらと思ったらあのきっちり嫁はんのねあのブログの宣伝はかましてたそうそう、はい、ありがとうございます。リスナーさん聞きたいんじゃないかなそうそう、あの僕より細かいんですよね、やっぱり女性目線でやってる妻の方が細かいので、まあ、女性は細かいと思いますよ、はい、やっぱ気にしてる人多いと思うんですよ、はい、胸もう一番胸じゃないですかね、うん、胸とお尻とか、うん、これ気にしながら多分歩いてると思うんで、男性って基本的にも年取っていったら最終的にもお金じゃないですか、ね、汚い話ってそういう流れなんでねはいはいはい、まあはいはい、じゃあ次のお質問はどんどん聞いてください。どんどんいいですか、はい、最近自宅でトレーニングする人、はいはい、多いと思うんですけど、はい、コツコツダイエット、はい、スクワットとか腹筋は、うん、毎日やるべきなのか、あ、なるほど、どうか、はいはいはい、でこれは筋肉痛になるまでやりますか、あ、なるほどですね。一応もうちょっと解釈すると、はい、あれですよね、あの太ももの筋肉とか、はい、お腹はもうなくしたい、なくそうそう、はい、下半身とお腹をなくしていきたいってことですね、はい、それに対してのスクワットとか、はい、腹筋は毎日していくかってことで、はい、大丈夫ですか、はい、オッケーです。実はですね、筋トレは週1ぐらいがいいです、週1から週2ぐらいがいいです、はい、で時間も短い方がいいですね、30分から40分ぐらいがいいですね、はい、で一応整理すると筋肉をつけたいのか痩せたいのかっていうのでまた分かれるんですけど、はいはい、筋肉はつけたいんですけどそんな太くしたくないっていうのであれば、はい、筋トレは30分ぐらいで、あとは有酸素運動した方がいいですね、ウォーキングとかを入れた方がいいです。ウォーキングとかだったら毎日やってもいいと思います、1時間ぐらい。あ、じゃあ、うん、そのウォーキング以外のトレーニングは週1で、週1、週もしくは週2で全然いいです。で腹筋やって、皆さん腹筋お腹の筋肉をお腹の脂肪をなくしたいから腹筋やるって言うじゃないですか、はい、残念な話腹筋はそんな効果ないんですよ、はい、腹筋運動やったとしても、腹筋はあのダイエットとか食事制限で体脂肪が落ちてきた時に出てくるので、はい、腹筋はもともとみんな筋肉持ってるんですけど、筋肉、腹筋の筋肉って細かくそれこそ6パックに分かれてる人もいれば8パックに分かれてる人もいるので、人それぞれ違うので、筋肉自体はちっちゃいんですよ。なのでそれいくら鍛えても、はい、なかなか筋肉っていうか周りの脂肪落ちないので、脂肪は食事制限で落としたいった方が。じゃあスグルさんは6パックなんですよ今。いやでもねちょっとね、はい、ダイエットチックな筋肉の話だよね今、はいはい、あ、じゃあスグルさんのちょっと質問なんかあります、うん、筋トレの、筋トレで言ったら、はい、さっき1週間に1回でいいって言ったじゃないですか、はい、であと時間短い方がいい、はい、あ、これ女性に向けての筋トレ法だなってちょっと思ったところが、うん、何かっつったら、はい、なんていうんですか、足場組んでる人なんかとか飛び、はい、毎日重いの持って、はいはい、でごついかっつったらそんなごつくない人もいるし、うん、って考えた時に、はい、ちょっと話が違ってくるなって思ったんですよね、あれは、うん、多分汗かいてるからなんか燃焼がすごいだけじゃない、僕が持ってる筋肉っていうのがもうなんていうんですか、マッチョ、うんうん、週一でマッチョなれんのかってちょっと考えたのが、うん、ちょっと気がかりだ、あ、うん、これあれですね、うん、あ、じゃあちょっとこう聞きたい人がいる、週一でマッチョは無理でしょ、はい、どういうイメージですか、マッチョの人たちって。マッチョってまあ、うん、簡単に言ったら芸能人とかで言ったらまあ中山きんに君とか、うん、まあその辺ですよね、はいはい、普通に筋肉芸人って言われてるような、うんうん、どんなトレーニングしてるような、どんな筋トレしてるようなイメージですか、時間的に1日3時間ぐらいはなんだかやってんじゃねえの、うん、あ、もうガツンガツン、うん、そう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 、どうですか、実は筋肉ってやればやるほど太くならないんですよ、長時間やれば、はい、
なんですよ。で、先ほど言ってたあのこの なんですかね、工事現場の人がこう、はい、重いものを運んでるっていう話あったじゃないですか、はい、あれって重いものを運べるようなこの姿勢で運んでるんですよ、はい、なので体重移動がうまいって言ったらいいのかな。あ、だからテコの原理ですよね。そう、要は腕だけで持ってるとか、はい、1個の筋肉じゃなくて体全体で支えて持ってるので、引っ越しの人があのロープ巻いて、あ、そう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 、冷蔵庫を1人で持ってる感じだ。はい、そうです。すごいね、あれ説明すごいするの、軽いの、あれなので一つの筋肉じゃなくて体全体を使ってあのやあの持てるので、そういうあの一つ一つの筋肉を鍛えるなら 3時間も持たないんですよ。あ、なるほど、はいはい、あれなんですよ、あの筋トレやってて思うんですけど、うん、あのなんていうの、このちゃんとルールがあって筋肉を一回こう筋肉のこの筋っていうのを切って筋肉を大きくするじゃないですか。これに栄養を与えて、なんていうの、これがプロテインなんですよ。プロテイン飲んで大きくさせるためにこいつらになんか栄養を与えるんですよ、うん、それで休まさないとこれたちが太くならないんですよ、うん、だから1個の部分に対して3日に1回なんですよ。実は筋トレって毎日やってるとどんどん細くなってくるんですよ。そうなんだ、はい、長時間と毎日やってると太くはならないですね。だから細いんかな。あバレたな。だからか、毎日バレたな。実は実はどうなんすかね。一応なんていうんですかね、こう必要な感じで、あの筋肉って鍛えなくて刺激与えなければ、はい、あのそのまま要は筋肉って縮もうとするらしいんですよね、はい、これだけの力で、あのこれだけの筋肉の大きさであれば足りるなっていうことで体がそういう風な反応するらしいんですよね。筋肉ってしかも一番エネルギーとか栄養とか使うので、うん、体からしたら逆に言ったら減らしたい。あ、なるほど、はい、あ、なんかめっちゃ勉強になる。なりません、はい、次、はい、次まだ ムキムキじゃなくて、はい、程よく筋肉をつけたい場合の女性はプロテインを飲みますか。あ、なるほど、はい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 、飲む、運動前に飲むんですよね。あ、プロテインはもうなんて言ったらいいのかな、もう本当に今日はめちゃくちゃ簡単に言いますけど、はい、プロテインって食事の置き換えと一緒なんですよ。要はプロテインってタンパク質なので、はい、食事で言ったら、で食事の固形物で言ったら肉とか魚とか、あとは、まあ、あの豆とかいろいろあるんですけど、その置き換えがプロテイン、サプリメントなんですよね、はい、なので一緒なんですよ。ただ食事が取れない時にプロテインを取るっていう感じなんですけど、みんななぜプロテイン取ってるかって言ったら、筋肉の筋肉を作るために必要な栄養素ってプロテインなんですよね、はい、なので筋肉をつけたければもうプロテインを取る、はいはい、プラスプロテインを取ってるとこう脂肪燃焼の効果もあるので、それでプロテインを取る、栄養素として取るっていう感じなんですね。でプロテインって一番どのタイミングで取ったらいいかってことなんですけど、運動前とか食、はい、1日を通して2時間おきに取っていったらいいよっていうふうに言われてますね。なので筋肉をつけたい人はそれこそトレーニングしてプロテインを飲めば栄養補給すれば筋肉ついてくるし、はい、筋トレはしたくないけど太りたくないっていう方もプロテインを取って飲んでると脂肪、普通の日常生活だけでもゆっくりですが脂肪落ちてくる、どっちかなんですよ。なので、驚くことに内臓もさっき言ったみたいに筋肉なので、はい、どんどんプロテインとか食事して内臓を動かすとそれだけでも動いて、そう、はい、消化で動いてエネルギーが発生するので、そこでも脂肪を燃焼する。なので食事を取らないっていうのが一番致命的なんですよね。なので2時間か3時間おきに固形物もしくはプロテインを飲んで胃や腸を動かす、消化させるっていう、はい、すごい、はい、なので筋肉を大きくしたい、太くしたければもう筋トレやマシンを使って負荷をかけて栄養を取って休ませる、はい、だけど運動は苦手で筋トレとか苦手であまりしたくないっていうのであれば栄養でも全然、食事でも全然できます。へ、はい、どっちかです。もうスグルさんはじゃあお酒片手にプロテインも片手に。いや、お酒がプロテインなんで。どんなやアルコールですね。何がお酒面白いですね、はい、もう他にありますか、はい、いっぱい、はい、じゃあ最後いいですか。何でもいいですよ、はい、ヒーローさんが好きな
女性の筋、女性の体のパーツで筋肉がついていてほしいところ、うん、あ、なるほど、僕とかがいろいろパーソナルの目線で、はい、女の人はこういうところがいいよってことですよね、うん、はい、まあ、パーソナルの部分、ボディメイクっていう部分の観点で言えばですよ、バランスよくので言えば、はい、あの女性はあのお尻とか、 あとは腕の方ですね、腕の方も二の腕の方も、あ、そうですね、はい、はい、腕の方とお尻の方と、あと下半身の太ももの方ですね、これが太ももが綺麗にこうやっぱりついてたりするとバランスがいいと、あ、美しいプロポーションだなっていうのはあります、ボディメイクだなっていう。なんか LINE で写真でね、はい、七尾ちゃん、はい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 、モデルの、はいはいはい、太ももがめっちゃ綺麗だな、多分そのこと言ってるんかなと思ったな今、あのお尻からあのそうそう太ももにかけて、フェチですね、いやいや素人目線でも見てますね、で今お尻とあの太ももと腕とか言ったんですけど、プラスアルファで言えば背中の方も実は鍛えた方が、あの僕が今おすすめしてる今筋肉の部位を話したのは、実はそれを鍛えるとあのダイエット効果もつながるので、はい、太りにくい体になる、はい、だからこの、あのうちの嫁はあの猫背なんですよ普段、うん、だからぜひこうやってほしいんですよ、あの頃な何姿勢でした、あ、はいはいはい、あれから筋トレ始まるじゃないですか、はい、ね、なんだっけ、前傾、前傾姿勢ですね、もうずっとこのなんか胸張ってこうやってやってるだけでも筋トレになってるわけ、あ、なるほど、姿勢で、そうそうそう、実はその立ち方だけでもカロリーって消費するので、そうそう、きついわけ、ずっと、うん、普段こんな立ち方しないだろうっていう立ち方なんで、これ姿勢が超いいわけさ、うん、はい、ひすぐるさんもぜひね、もう今細マッチョですけど、いやいや、はい、ツイキャス来てますので紹介していきたいと思います。筋肉マン妻さん、プロテインタンパク質をたくさん取ると髪、爪、肌も生まれ変わりが早い、そうなんだ、なんかターンオーバーなので、そうなんですよ、プロテインってタンパク質って基本すごいあの栄養が豊富なので、はい、筋肉だけじゃなくて、髪の毛もそうだし、さっきあの筋肉マン妻さんも話したんですけど、はい、髪の毛も爪も肌もあの生まれ変わるんですけど、一番最後に大丈夫ですね、はい、はい、一番最後に筋肉に栄養がいくそうなんですよ、一番最後に、全部渡って一番最後に行くのは筋肉って言われてるので、なのでタンパク質が足りないと、はい、そもそも筋肉に届かないので筋肉も発達しにくい、はい、はい、ということなので、なのでタンパク質取って太るってことはまずないですね、はいはい、なんかあります？すぐるさん、もっと、うん、そうっすね、まあ麦茶とか飲むじゃないですか、冷蔵庫に、はい、ありますね、普通に水とか、はい、はいはい、これ毎日プロテインってありなんですかね、なんか、ありです、ありです、水感覚で、あ、ありです、ありです、はい、あ、ありなんだ、はい、あの自分も実は最近気づいたんですけど、プロテイン飲んでから吐き気したり胃がもたれたりなんか病気になったんかなって思った時が一回あったんですよ、うん、あの飲み方もこまめに、あの少ない量をこまめに飲んでいかないと、うん、俺みたいになんかもう一発でまとめようと思ってもうなんか 60g とかボンって飲んだら吐き気したり気分悪くなるんですよ、あ、まあ分量さえ守れば、そうですね、まあ水分代わりにっていうか、まあ飲んでいいってことですね、そうですね、それこそあの、あの空腹とかあの避けるためにおやつ代わりに飲んだりとか、うん、間食にとったりとかいいですね、なのでプロテインは本当にこの薬とかそういう悪いものじゃないんで、栄養なので、で日本人は足りてないらしいんですよ、はいはい、足りなさすぎって言われてる、足りなすぎて言われてるので、積極的に特に女性は取った方がいいですね、おすすめです。あと、はい、プロテイン飲むとなんかちょっとおならが臭くなったりするんですよ、あ、はいはいはい、あれ なんか病気ですから、ね、あ、違います、あのプロテイン飲んだりすると栄養素が足りてなくて、はい、で、はい、プロテイン飲むことによって、で、はい、この体の反応が起きてるだけなので、はいはい、あの おならが臭くなるっていう人もたまにいるんですけど、はい、それは続けてたら治りますね、あ、そうなんですか、はい、続けてたら治ります、はい、あれもスーパーとかでよくおならするんですけど、はい、結構臭いよね、臭いそれはあの もしかしたらですよ、プロテインを飲みすぎる前にあのその前日とかその2日前に食べたものが消化が、はい、あのちょっと消化不良を起こしている可能性もあるので、食べ物のあれも、はい、あのチェックしてみてはいかがと思います。あとプロテイン飲むとなんか逆にこのなんていうんですかね、うんこが硬くなると思ったら下痢したりするんですよ、よく。あれは何ですか？あ、それは多分プロテインの成分の中の、はい、プロテインもあの
いや、まあ、もっと本当に専門的な話をすると、はい、牛乳の乳脂ってあるじゃないですか、はいはいはい、ヨーグルトで開けた時に上に汁みたいなのがあるんですよ、はい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 、あれをこうすくってプロテインの材料として使ってるプロテインもあるので、はいはい、そういうふうに乳製品が当たってるかもしれないっていう、あ、合ってないなっていう、体に合ってないっていう人もいますね、はい、勉強になりますね、僕、はい、も、はい、すぐるさんをぜひやらないといけないです。今すぐドンキホーテ行くな。なんか自分一緒に通っておくんじゃないですか。はいはい、24時間ジムあるじゃないですか。いいっすね、はい、一回ね、ライズアップさんで働いてるっていう人にね、はいはい、あれって、まあ、太ってる人が痩せてるっていうのが CM でも、はいはい、もうおなじみなんですけど、ね、はいはい、逆ってできないのって、はい、CM 出してくれと。はい、ガリガリからこう筋肉をつけると。はいはいはい、それやったら逆に売れんじゃねって言って。はい、行ったんすけど、はい、そういうちょっと何ていうんですかね、期間踏んで、はい、トライしたら、でも多分、はい、スグルさんのこの体から、うん、ゴリマッチョに行くんだったら多分8年ぐらいかかる。8年。でももう毎日こう今日は足、明日は肩とか言って、もう毎日こううーってならないと多分1年ではならないんじゃないか。秘策があるんすけど秘策すごいすごいちょっと秘策があって、はい、寝る前に夕食っていうか、はいはい、食べるもの、うん、もう決めようかなって。イチローが毎朝カレーライス食べるって、はいはいはい、聞いたことあります、はいはい、メジャーリーガー、はい、時代、はいはい、ルーティンではないけど、はい、毎晩寝る前に88食べてステーキ100から挑戦していって、もう毎日これルーティンにしたらいけんじゃねって思ってるんだけど。大きくどうなんですよ、ステーキの大きくなるんですか体じゃあ体を大きくするのが、脂肪をつけて太りたいのか筋肉を大きくしたいのかでまた変わってくるんですけど、なるほど、はい、筋肉、その時ライスを抜くのかあ、いや どっちかどっちかですね、マッシュルームスープを抜くのかとかマッシュルームスープは飲みたいんだよな一応筋肉、牛肉 100g はステーキ 100g はちょっと少ないかなっていう感じがします、ね、少ない、はい、筋肉マンの妻さんから 100g は少なっ、少ないや、ね、それよりちょ、うん、すいません、笑ってしまうんだけど、うん、死に死のうとやしちょ飲んだ後じゃん寝る寝る前って、はいはいはい、100も結構重いんだよ、ね、少な自虐ってペロじゃん、ペロ、うん、ペロペロですよ、女子やん、女子クーラーみたいなしかも筋肉マン妻さんは酒抜きなさいとそこね、間違いない。でも、でもタバコも吸うじゃないですか。そうそうそう、だけどタバコと酒やめたら太りますよ。食生活まず良くなったら太るんですよ、うんうんうん、そっから鍛えるか鍛えないかはもう自分のこの気持ち次第なんで。ああ、なるほどね。まあいろいろ、昔、うん、はい、スグルさんは、はい、最近、昨日も同級生と喋ってたんですけど、うんうん、死にイケメンだったんですよ。いや、今もイケメンじゃないですか。今はもう今はもう何とも言えないですけど、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、もうバレー部で、はいはい、もうプスンパシンっていう、キャプテンでしたよね。すげえ、すごい。まあそうっすね、はい、名前だけっすけど名前だけって、いやキャプテンすごいですよね、かっこよかったんですけどね。もうまたさらにね、ボディメイクして毎日ステーキ100からスタートして100って少ない。さあ、はい、さあもうお時間になったんで、はい、もうエンディングになりますけど、はい、なんか CM があるみたいです、はい、ですね、声のパンプアップ毎週木曜日、はい、4時から生放送してるんですけども、リスナーさんにプレゼントということで、はい、この本筋肉、あ、今日もらって帰った方がいいんじゃないですか、すぐるさん、この本プレゼントしますのでね、ぜひリスナーさん気になった方はいいですね、FM 那覇の方にまで取りに来てください、はい、筋肉の本が無料でもらえますんで、はい、はい、お待ちしております。はい、はい、じゃあそれでは最後になりました、もう時間になってますんでね、はい、はい、今日は、ありがとうございました、ゲストの皆様ありがとうございました。来週もすぐるさんはいけるんじゃないですか。そうっすね、まあ、全然喋り足りてないんで喋り足りてない、はい、時間が合えばね、はい、はい、また顔出したいと思います。はい、じゃあヒーローさんももう、まあ、常連に、はい、はい、ぜひぜひまた呼んでください。また喋りたいのでよろしくお願いします。はい、じゃあそれではまた来週この時間でお会いしましょう。スパイスレディオのミージャでした。さよなら、さよなら、さよなら。